状況を企む万有さん志向の新シーズンへ、プレシーズンでノルウェーリーグ11位にしっかり敗戦。まあプレシーズン末期だしって言ってもひどいな。プレシーズンで無名クラブにビッグクラブが負けることなんてよくあるし、心配してないけど、本当に心配してないって言ったら嘘になる。前半のメンバーだけ見たらさすがに1点くらいとんなけな。今回大補強かますから大丈夫だろ。ラッシュはごめんだけどもう無理。世界リーグランキング26位の J1、47位のノルウェーリーグ、これ考えると J2 相手に負けてるようなもんだろ。ユナイテッドのこのメンツならこんなもん。大きな心配もなければ大きな期待もありませんけど。試合後のテンハムマンチェスターユナイテッドの基準は試合に勝つことであり、負けることは絶対にあってはならない。いや負けとるやん。